最近私の好きな NPC のことを友達に女殴ってそうってめっちゃ言われる。女殴ってそうな人好きだよねってめっちゃ言われる。そんなことないのに。でも好き NPC に殴られたらそれは愛だと思うから受け入れるけどね。そんな傷を残したいと思うぐらい私のこと愛してくれるんだなって思うけどね。じゃあ好きじゃないですか。別に女殴ってそうだから好きなわけじゃないんですけど。そうかな？ダメかな？目を覚まして。ずっと言われる。健やかなを救いたいって言われる。好きな人なら殴られてもいい。本当はダメなんですよ。これはでも架空の話なので、なんぼでも言えるんですけど、架空の話だったら全然、フィクションの話ね、フィクション。実際やったらダメだからね。実際やったらダメだけど、架空の話だったら、まず好きな人に殴られるのはありなんじゃないですかと。まあでも顔はやめてほしいけどな。内臓傷つくのも良くないと思うけど、顔腫れたらちょっとブスになっちゃうから。そう、女殴ってそうな人が好きなんじゃなくて、その人のことが好きだから殴られてもいいって思うわけなんですよ、これでしょ。殴っても殴っても笑顔の女声よ。意味が分かると怖い話来たか。あ、そうそうそう、一種のマーキング行為だと思って捉えてるから、そんなに私のこと好きなんだなって。殴られるとしたらどこがいいの。でもやっぱそのさ、見えないところを殴ってほしいよね。だから友達とサウナとか行った時に脱いで初めてわかるみたいな。昔好きな人にピアス開けてもらった、いいなー。いや、そう、髪跡とかね、キスマとかね、いいですよね。ヒュー、ひゅー、頭の中で某 NPC が、某 NPC が俺のことかと言っている。